こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。先日、有名な神社へお参りに行ってきたのよ。日頃の感謝の気持ち、そして健康に生活する上で、神社へのお参りに足を運ぶ方も多いだろうな。うん、そうだよね。基本的に神様は、あなたはあなたらしく生きなさいという思いを持っていらっしゃるので、こちらに干渉してくることはない。しかしそんなスタンスの神様がサインを送ってくる、自分たちの存在を知らせてくるということには、重要な意味が隠されていることを知っているだろうか。え、どういうことかしら？お参りのために神社へ訪れる際、歓迎されていないサインや兆候があるんだ。今回は、そんな神社からのサインについて解説していくぜ。それはぜひ知っておく必要があるわね。この動画を見れば、神社へ行く時の注意点や、歓迎されない原因についてがわかるぜ。それではゆっくりしていってね。そもそも神社とは、神道における神様が祀られている神聖な場所だ。入り口に立つ鳥居によって、神々の世界と人間界を区別しているんだ。建立されている場所も古来より信仰されている御神木や山や岩などの自然がある場所や、神聖な儀式が行われてきた場所などがほとんどだぜ。親しみのある場所だけど、神様や超越的な存在にとても近い場所でもあるよね。中には神社とお寺を混同している人もいるようだが、仏教に基づいたお寺に対して神社は神道に基づいたものだ。二つは神聖な場所としては似ているが、信仰対象が異なるんだ。また仏教は中国やインドから伝来した宗教だが、神道は日本起源の宗教であり、八百万の神様に対する信仰心を持つぜ。そうそう。神道は宗教ではないとよく言われる。なぜ神道が宗教でないかというと、経典の存在がなくて教えがないことがその一つだぜ。ふむふむ。また宗教には、イエス、キリスト、マホメットやお釈迦様といった、開祖という存在がいるが、神道の場合はその開祖もいない。お坊さんで歴史上の有名な人物がいても、神道や神主さんでそのような人物もいないし、神道には、あれをやったらいけない、これをやって良いといった教えが特に存在しないんだ。神道にあるのは古事記や日本書紀などに書かれている、物語のみだぜ。その書物には何が書かれているのかな？そこには教えではなく、精神が書かれている。つまり、禊ぎ払いすることが大事だというものや、すべて明らかなる精神が大事だといった、精神があるんだぜ。神社にお参りする意味とは、神様への感謝を伝えることだ。お願い事をするためにお参りをする人も多いと思うが、神様への感謝を伝えることがお参りすることの本質的な意味となるんだ。神様に守っていただいていることへの感謝を伝えたり、その神社に来させていただいたことへのお礼を伝えたりすることが、お参りする際にやるべきことなんだぜ。ついついそれを忘れてお願いばかりをしてしまっていたよ。もちろん幸せや平和を祈ることもお参りする意味となる。あくまで感謝を伝えた上での話となるが、良いことが起こるように祈ったり、不幸なことが起こらないように願ったりするんだ。基本的に神社へのお参りは、自分のためではなく神様のために行うものだ。その本質的な意味を分かっていないと皆さんの思いも神様に伝わらないため、このことを正しく理解しておくことだぜ。はい。相性が良い神社や、逆に相性が悪い神社があるなどとよく言われているが、基本的に相性が悪い神社は存在しないと考えていいだろう。神様は参拝した人間をわざと不運にするようなことはしないぜ。相性の良し悪しについては深く考える必要はないってことだね。一方で参拝した時に心が軽くなったり、なんとなく居心地の良い神社を見つけた時はその神社が自分の気と合うと考えていいだろう。悪い相性はなくとも良い相性というものはあるので、参拝時の自分の感覚を大切にしてみてくれ。そんな神社に出会えるといいね。また、陰陽道に基づく自分の属性などによって神社の相性を見極めることもあるようだが、正直なところあまり信憑性がないと言える。属性は生年月日と血液型で導き出すものだが、血液型の概念は歴史的には新しく、古来より存在する神社との相性を見極めるものとしてはいまいち信用が置けないんだ。神社に奉仕する神主さんや巫女さん方も、属性によって神社の合う合わないを判断する必要はないと考える人が多いようだぜ。うちもそんなのないよ。神社に歓迎されていない時は、普段とは違うことが起こるんだ。ここからは、神社に歓迎されていないサインを紹介していくぜ。これは要チェックだね。急にお腹が痛くなったり、熱が出てしまったりして、神社に行けなくなってしまう経験はないだろうか。このような時は神社から歓迎されておらず、体調が悪くなってしまったのかもしれないぜ。そうなんだ。
他にも蕁麻疹が出てしまったり、女性であれば生理になってしまったりすることもある。家族などの体調が悪くなるというのも神社に歓迎されていないサインの可能性があるため、注意が必要だぜ。うんうん。神社に行こうと思った日に土砂降りの雨が降っていたり、台風が近づいていたりするのも神社に歓迎されていないサインだぜ。そんな悪天候の日は、神社に行きたくないと思ってしまうよね。他にも風が強かったり、異常なほどに寒い日だったりすることもある。神様があなたに来てほしくないと思っている可能性があるため、神社に行こうとした日に何度も天候が悪いことが続く場合は注意が必要だぜ。無理に行かない方がいいわけだね。神社に行く道中で道に迷ってしまったり、工事中で神社にたどり着けなかったりするというのも神社に歓迎されていないサインだ。普段はそのようなことが起きることはないのに神社に行くときだけ迷ってしまうのであれば、かなりその可能性が高いだろうな。じゃあ神社に行く途中で電車が止まってしまったり、遅れていたりするというのも歓迎されていないサインなのかな。ああ、その可能性が高いぜ。神社でお参りしている最中にどこに行けばいいかわからなくなったり、絵馬が売り切れていたりというようなトラブルが起こることがあるよな。うん、途中で足をくじいてしまったりとかね。そのような時は、まさにあなたが神様に拒絶されているということだ。神社にはたどり着けても、神社の中でトラブルがたくさん起きて、なかなかお参りがスムーズにいかない場合は歓迎されていないんだぜ。ひゃあ、そうだったんだね。神社に行こうとしたら知り合いと会ってしまい、長々と話してしまうようなこともあるよな。他にも電話が来て、予定していた時間がどんどん過ぎていってしまうこともあるだろう。このようにして誰かが邪魔するようにしてなかなか神社に行けなくなってしまうのは、神社に歓迎されていないからだぜ。なぜこのタイミングにってことはあるわよね。神社に行きようようと向かったのはいいけど、財布やスマホを忘れてしまうこともあるだろう。財布を忘れてしまうと神社で何も購入できないし、お賽銭もできなくなってしまう。せっかく神社に向かったのに、一度家に帰らなければならなくなるわね。時間によってはまた別の日に行かなければいけなくなる。これも神社に歓迎されていないからこそ起こることなんだぜ。ふーん、そうなんだね。神社が混んでいて、なかなか参拝ができないことはよくある。お正月などであれば仕方がないが、普通の休日なのにたくさん人がいることもあるよな。このような日に神社に行こうと思い立ってしまうのは、神社に歓迎されていないからだぜ。そういえば、人が多くてお守りが売り切れていたり、食事が食べられなかったりすることもあるわね。神社はいつでも開いているイメージがあるが、稀に閉門していることもある。何かトラブルがあったり、時間外だったりする場合だ。そのため神社に入れなかった場合も、神社に歓迎されていないということになるぜ。本堂が工事中で入れなかったりってこともたまにあるわね。もちろんその場合も歓迎されていないということになるため、注意する必要があるぜ。神社に行く最中に、動物の死骸を目にすることがある。犬や猫、蛇などの死骸を目にすれば嫌な気持ちになってしまうよな。嫌な気持ちになるものを目にしてしまうのは、神様があなたに来てほしくないからかもしれないぜ。うわ、そうなんだ。ネガティブに物事を考えてしまったり、どうしてもマイナスなことばかり考えてしまったり、不安がなぜか消えなかったりすることがあるよな。そのような場合も、神社から歓迎されていない可能性があるぜ。なぜ、ネガティブな気持ちになってしまうんだろう。どこかで神社に歓迎されないのをわかっているからだろうな。だからこそ、悪いことばかり考えてしまうんだ。人によっては神社に行くべきではないとはっきりとわかる場合もあるようだぜ。へえ、それは驚きだね。神社に行く予定だったのに寝過ごしてしまい、結局神社に行く時間がなくなってしまったなどという場合、これも神社に歓迎されていないサインだ。寝過ごすことで神社に来られないようにされているため、その神社には行かない方がいいぜ。完全に拒否されてるわけだね。そもそも神社が自分を歓迎しないことには、何らかの原因があるかしら？そこはとても気になるところだよな。神社や神様から礼拝を拒否される人は、願いや思いの中に悪意となる信念を持っている可能性があるんだ。例えばそれが人の不幸を願うもの、また恨みや妬みを持つ方は、参拝の際に何か違和感を覚えることもあるかもしれないぜ。悪意があると神社から歓迎されないサインを受けるわけだね。自分にとって何か良くないものがついているとき、神社からの歓迎を受けていない証拠となる。そのため管理体制が整っていない、錆びれたような場所にいる神様は別のところへ離れ、神社には姿を現してくれないんだ。あらら、そのため、自分の訪れる神社の眷属がついてしまう場合に別の神社へ参拝しようとすると、歓迎を受けない可能性が考えられるぜ。なるほどね。神様からの歓迎を受けていないとき、確実に自分の前世に何らかの原因があったと考えることができる。
そのため自分の前世と敵対している神社の場合、それぞれにあらゆることを感じることがあると言われているぜ。前世まで関係してくるんだ。また、神様からの恩恵や歓迎の兆しが見られないと感じるかもしれない。その時は参拝を行っても天候が急に悪くなったり、境内を歩いていても自分に向けられるサインが苦しく感じたりすることがあるはずだぜ。もしもそのような様子が見られた時は、自分の前世と何らかの深い関わりがあったと理解するようにすればいいんだね。ああ、そうだな。神様からの拒絶サインを受け取った場合は私たち自身に問題があることがほとんどなので、まずは自分自身を振り返ってみることが大切だ。一方で、ただ単にタイミングが合わないという場合も少なくはないので、深刻に受け取りすぎないようにすることだぜ。わかったよ。神社の神様から参拝を拒否されてしまった場合は、私たち自身が嫉妬や欲望や怒りなどの負の感情に支配されている可能性があるんだ。今一度自分の最近を振り返り、落ち着きを取り戻すことが大切だぜ。何か思い当たることがあるかもしれないね。負の感情による混乱や浮上を一度落ち着かせることで、すんなりと参拝を受け入れてもらえることもあるぜ。そうなんだね。神社に参拝に訪れたにもかかわらず、神社からの歓迎を受けていないと感じる出来事があった場合、無理に参拝を行うことは避けるようにすることだ。そのため、必ず入り口で頭を下げて神様に対して改めて参拝へ訪れる旨を伝え、挨拶を行ってから神社を後にするようにすることだぜ。心の中でしっかりと伝えることで、きっと神様へその思いが届くわね。もしも遠方からはるばる神社を訪れていた場合に神社から歓迎されていないサインや兆候が見られた場合、そう簡単に後日参拝へ訪れることも難しいかもしれないよな。その際は参拝に時間をかけるのではなく、手短に確実に行うとともに、神様に対して、改めて参拝に訪れます。よろしくお願い申し上げますと心の中で伝えるようにすることだぜ。改めて訪れる日が来たら、新たな気持ちで参拝を行うようにすればいいんだね。最もよく言われる歓迎サインは、急に太陽が差す、通り雨が降るなどの空の変化だ。通り雨については狐の嫁入りの別名でもあるように、古来神霊の起こす不思議な現象と考えられていたようだ。お稲荷さんで晴れの日の通り雨に遭遇したら、神様同士でお祝い事をしているのかもしれないぜ。わぁ、なんだかロマンチックだね。さらに古い時代には陰陽道の占いで、天候から物事の吉凶を判断するという習慣があったんだ。中でも幸運のサインとされている現象に、日輪や彩雲の出現が挙げられる。日輪は太陽光の周りに出る虹色の輪のこと、彩雲は太陽光を受けることで、雲に色がついたように見える現象を指すぜ。神社仏閣で虹を目撃したら、幸運のサインと考えても良さそうだね。神社でお神楽や結婚式に出くわすのも、縁起がいいとされている。珍しい機会にたまたま立ち会えるご縁があったという点が、吉兆とされる理由だろうな。確かに、偶然に遭遇したらなんだか嬉しくなるもんね。ご神事の意味を考えるとあらゆるお祭りは本来、神様を沈めたり下ろしたりする儀式に起源があるよな。つまり神様がお出ましのその日に偶然お目にかかれたと考えることができるんだぜ。その意味でも縁起が良い、ご縁のある神仏と考えられそうだね。伊勢神宮など比較的大きな神社に行くと、馬屋などでご神目を見かけることがある。もともと馬は神様への捧げ物とされる神聖な生き物だったんだ。中でも白馬は昔から目にすると縁起が良いと言われてきた。お正月に新年の厄払いの意味を込めて参拝者の前にご神目を連れ出す神事もあるように、白馬は吉兆と言えるんだぜ。馬の他にも縁起の良い動物はいるのかな？猫や鳥や虫など様々な動物が神様のお使い、または化身として私たちを歓迎してくれていると考えられている。特に猫やカラスや蛇などは、古くから神様に近い動物とされている。偶然出会った際には、歓迎を素直に喜ぶことだぜ。うちにもよく猫ちゃん来てくれるけど、神様のお使いなのかな。混雑していたのに参拝時に急に人が少なくなったり、自分が神社に入ったら急に人が帰り始めたりする場合には、神様に歓迎されている可能性が高いぜ。それはなぜなの？神様が人払いをして、願いや声をゆっくりと聞こうとしてくれていると考えられるからだぜ。それならとてもありがたいわね。神社の参道を歩いている時や、参拝中に突風に見舞われた場合も神様に歓迎されていると言えるんだ。背中を押してくれるような優しい神様の応援として解釈するといいだろう。ご神木や周囲の木々が急にざわざわとなり出した場合も同様だぜ。あら、素敵だね。また、しめ縄などについているしでがくるくると動いたりするのも歓迎のサインだと言われている。この場合には優しい風が吹いていたり、あるいは全くの無風で動いていたりするんだ。
よく来ましたね、と神様が出迎えてくれているんだぜ。今度から、しめ縄にも注目だね。神社に訪れた際に急な眠気に襲われた場合は、神様から歓迎されている可能性が高いと言える。神社の木が自分によく合うことで、とてもリラックスした状態になって強い眠気を感じることがあるようだぜ。急な眠気は、なんだか不安な気もするけど、リラックスして神社の木を充填しているので、危険なサインではないと言えるぜ。この場合は眠気には抗わずベンチなどでうたた寝をして休んだり、瞑想をしたりして素直にエネルギーをいただくのがおすすめだ。休憩を終えた後は、すがすがしい気分を感じられるはずだぜ。このようなサインは、同じ神社に参拝するたびに毎回起こるのかしら。いや、そうではないぜ。一度この神社に歓迎されていると分かった時点で、その後の参拝では現れなくなることが多いようだぜ。一度分かってもらえば、何度も繰り返してサインを送る必要はないもんね。だから、今回は、サインがないなどと落ち込む必要はない。特に初参拝の神社でこれらの歓迎のサインを受けたら、その神社はあなたにとって今後良い関係を築ける神社になっていくはずだぜ。なるほどね。神社を参拝する予定はなかったのに、神社へ行かないといけないという気持ちになったことはないだろうか。わかる、あれって何なんだろう？そのような場合は、神様から呼ばれている可能性があるんだ。気づいたら神社に足が向いていた、いつも通る道ではなく、無意識にわざわざ神社の前を通過する道路を選択していた時などだぜ。それ以外にも、呼ばれている状況ってあるのかな？では、いくつか紹介していくぜ。急に神社のことが頭から離れなくなった時だ。地元の神社が突然気になりだしたり、行ったことがない神社であっても気になってネットで検索したりするなどの行動だぜ。無性に神社のことが気になってそのことばかり考えることがあったら、神様に呼ばれていると考えていいわけだね。近場の神社であれば訪れてみてはいかがだろうか。何も考えてないのに、神社にたどり着いてしまった時もそうだ。車でドライブしている時に無意識でついてしまったり、近所を散歩していたらいつも通らないのに神社の前に来ていたなどの行動がそうだぜ。まさに、導かれているってことだね。神様の方からお呼びがかかることは大変珍しく幸運なことなんだぜ。わあ、いいわね。神社仏閣と直接的にご縁が生じた場合は、神様に直接呼ばれた可能性があるぜ。直接的なご縁というのは？例えば境内での神事に呼ばれお手伝いを頼まれたり、神前婚や神社婚の話が舞い込んできたりなどだ。文字通り直接的に神社仏閣との交わることのため、このようなことは神様に直接呼ばれた幸運な縁として大事にすることだぜ。なるほどね。神社参拝で参道を歩くとき、真ん中は、聖中という神様の通り道なので、歩いてはいけないとされている。基本的に神社参拝の時は人と対話をするよりも、神様と対話するような気持ちでお参りすることだ。そのように自分の意識を天や神社の本殿、神様の方向へ向けていくことによって、自分の思いや伝えたいことも通じやすくなっていくぜ。おしゃべりは他の参拝者の迷惑にもなるしね。神社参拝した記念に、神社にある石や樹木など持って帰ろうとする人がいる。基本的に神道に教えはないのだが、自然は雷という精神はある。自然物には神様が宿っているもの、ということだぜ。だからこそ、家に持って帰りたいという気持ちになるんだろうね。しかし神社や神様からすると、神が宿るものを、なぜ持って帰るんだ、となってしまう。非常に罰が当たりやすいので、自然物を持って帰るのはやめることだぜ。うん、わかったよ。家族の一員である愛犬を連れてお参りに行きたいと考える飼い主さんも多いと思うが、動物が境内に入ることを禁止としている神社が多いようだ。特に狐が祀られている稲荷神社は、お稲荷さんを怒らせないよう、相性の悪い犬は連れて行ってはいけないというのが通説だぜ。ほう、そうなんだ。犬を連れて行きたい場合は事前に神社のホームページを確認するか問い合わせをし、マナーを守って利用することだぜ。そこは大事なポイントだね。ここまで神社の歓迎、拒絶サインに関して紹介してきたが、超越的な存在である神様は私たちにわざわざ害を与えたり意味のない試練を与えたりはしない。歓迎や拒絶のサインは、あくまでも私たちをより良い人生に導くために出されるものだと解釈することだぜ。拒絶サインが私たちを成長させたり、より良いタイミングでの参拝へと誘ったりしてくれるわけだね。皆さんにとって素晴らしいタイミングで、心地よい気をいただける日が待っているはずだぜ。そんな日が来ることを、心待ちにしていよう。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてね。よろしく頼むぜ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。